京都ぶらり歴史探訪。次回は人気の刀剣シリーズ第3弾、刀の美しさを徹底追求。京都ゆかりの名刀、髭切りと膝丸。美しいです、はい、その美しさの秘密とは。馬で突進したら勝手に喉元、胸元つくっていう。堀川国広や太恵直胤といった名刀も。そして美しい刀から浮かび上がるのは京都の風景。気品が漂ってますよね。刀の奥深い魅力を尋ね、その中に描かれた都の風景と出会います。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。